レーモンルフェイブル・レーモンルフェイブルはフランスの編曲家、指揮者、作曲家、ピアニスト、フルート奏者、イージーリスニング界の第一人者として有名。特に日本ではキングレコードを発売元としていた時期にポール・モーリアのラブサウンドの王様に対してラブサウンドのシャルマンがキャッチフレーズとして使用された。フランスのカレーに生まれる。 マルセル・モイーズに支持したパリ音楽院の学生時代に学費念出のため演奏していたダンスホールでジャズに系統、プロミュージシャンとして活動を始める。同院卒業後、フランク・プールセル楽団でのピアニストを経て、1956年9月に女性歌手、ダリラのデビュー曲、バン・ウィーノの編曲と伴奏式を担当、レーモン・ル・フェーブル・グランド・オーケストラとしてのスタートを切る。 その後、ミュージコラマ、パルマレス・デ・シャンソンなどフランスの人気音楽番組やサンデモ音楽祭などで指揮者を歴任。レコードでは1958年に、雨の降る日、1968年には、バラ色の心、ラララが相次いで全米ヒットチャートにランクインし、注目を集める。映画音楽も手掛け、ルイド・フィネス主演作品などで、 サウンドトラック版を数多く発表している。日本では1969年にシングルカットされた芝の女王がロングヒットとなったことから知名度が一気に上昇。ポール・モーリア、フランク・プールセル、カラベリと共にイージー・リスニング全盛期を迎える立役者の一人となった。日本公演は1972年に初来日して以降11度にわたって開催され、 その間の7公演でライブアルバムが制作されている。ステージを退いて以降は次男のジャン・ミッシェルル・フェイブルが指揮者となって2000年、2002年、2004年、2006年に来日公演を開催している。自ら引退するまで約650曲を録音したと言われている。中でもクラシックの曲をイージーリスニング風にアレンジしたポップクラシカルシリーズは 彼の18番となった。オーケストラ活動を開始以来、フランス・バークレイレコードを契約先として作品を発表してきたが、1988年にバークレイ社との契約を破棄して、ビクター・エンタテインメントと日本でのアーティスト独占発売契約を締結。これが契機となって、リチャード・クレーダー,アーマンとの共演アルバム、教習の歌も制作されることとなった。 2008年6月27日、パリ郊外で肝機能不全により、半年強の入院生活を経て死去、78歳没。本節では、レーモンルフェーブル自身の指揮によるオーケストラの一般公演についてのみ記述する。映画音楽では、ジャンジロー監督作品を多く担当し、結果的にその多くで主演するルイド・フィュネスの主演映画にも多く関わった。 ルイド・フュネスのサントロペシリーズ、ジョー、グランドバカンス、キャベツのスープなどがある。他に、諸女など、ありがとうございます。